掛け軸や屏風、額、襖などを作る技。表具師の技は水と刷毛による芸術と言われています。受け継ぐ人が少なくなった江戸表具の技、世田谷区にお住まいで兄からその技を受け継いだ蛭間善次郎さんは、今2人の息子さんたちにその技を伝えています。世田谷区協同のすずらん通り。この通りに面した一角に蛭間善次郎さんの店があります。表の仕事場では息子さんたちが襖や障子などの教授を作っています。2階に上がると小さな仕事場があります。ここが蛭間さんの仕事場。受け継がれた伝統の技がこの仕事場で作られています。ここで表具の歴史を振り返ってみましょう。平安時代、遣唐使などの手によって中国からもたらされた屏風や巻物などの表具が日本の風土の中で様々に変化したことから表具の歴史が始まります。鎌倉、室町、戦国、江戸と雅な生活から質素の中に美意識を持つという我が国独特の文化が現れてきます。絵画では大和絵、書道では色紙や短冊などに書かれる典雅な和風が発達し、住まいも書院作りの簡素さに変わり、床の間ができ、絵画や書がそこに飾られるようになりました。そして茶道の発達が掛け軸と深く関わってきます。その心の拠り所として各流派の思いを表す形式美から掛け軸などの表層の型が決まり、無名の人々の手によって表具の技が受け継がれてきました。江戸表具の技を受け継ぐ蛭間善次郎さんは13歳の時に表具師の兄のところに奉公し、現在まで約74年間表具を作り続けています。こういう具合に締めに入れましてね、これでこう乗り付けするんですね。乗り付けてからこの薄い紙をそこへまで持っていくですね。さあこれはね、テクニックっていうよりも長年の何にね、コツですよ。やっぱりそうですね、やっぱり修行ですね、すぐにはなかなかねこうできませんけどね。周りを決めて切り継ぐとこですね、見えてくるでしょ、これがね、なんて言っても楽しみですよ。自分でやっててね、で、まあこれは我々の俗に言うと着物を着せていくってことですよね。この絵に着物を着せていく、だんだんもう着せていくとね、自分が思ってたようにいくとね、本当に嬉しいですよ、やっぱり10年やらなきゃダメですよ。それであとはね、一生の修行です。
ういう風体っていうのは昔からあったんですか？昔からありましたけどね、最近はまたバカに流行っちゃったんですよ、これがね。髪が死んでるからそうピンと伸びないんですよ。それでこの表面が柔らかく上がるわけですよ、ね、あれこれただこうさっと貼っただけですとね、髪が生きてるからピンとしてるでしょ、伸びてるでしょ。そうするとこの表面が硬くなるんですよ。これをこう掴むだけの力ある。で、あとはこう打つのはそんなに力はいらないんですよ。この重みでもって、いいんですから。だから、まあ張り込んで雨の日とかね、お天気の日とかなんていろいろね経て、それでなんですよ、まあお天気の時にね剥がして仕立てるんですけどね。そうですね、いっぱいやりやすいのは秋から冬でしょうね。やっぱり気候が違いますもんね。仕立て上がって、でかけてみて、こういう具合にかけてみて、それでこうやって見てて、ああよくできたなっていうのは本当にいくらもないですね。どっかも気に入らないとこある、それがやっぱり勉強ですよ、ああそれじゃあ今度は何、次はこういうところを直そうかな、ああいうとこ直そうかなっていう勉強ですよね。まあまあですね、市の後は始めた頃はもうなんとか自然の成り行きっていう感じでしたけども、今はもう仕事をずっと続けてきまして、なかなかもう仕事でいろいろ考えさせるような部分がたくさん出てきましてね、なんかもうずっと勉強だなっていうことを感じますね。見て覚えるのが一番最初ですけども、やっぱりやって何度もまあ失敗しながら覚えるのが一番いいっていう、まあ、父の考えもそういうふうな考え方でしたんで、まあ、僕も父の後を継いでも本当に恵まれると思いますね。妹のこの甥っ子ですね、甥っ子がまあやるような感じなんですね、今のところまだはっきりしませんけど、まあ
やってくれれば一番いいと思うんですけども、後を継いでもらえばね、僕らも父から教わったものを十分伝えたいと思いますんでね。原宿にいた私の一番上の兄貴や、あの野郎ね、どこに出したって辛抱しねえだろうから、うちに連れてこいって、俺が教授屋にしてやるからって、そう言われて、それで親父に連れられて行ったんですよ。そしたらもう途端に、お前は今日から俺の弟じゃねえぞって、お前はもう弟子なんだから、これから兄さんだの姉さんだのって言っちゃいけない、もうその日から親方おかみさんよ。いや、手取って教えてもらったこと何もあらへんね。いろんなことあったな。若い時にはね、でたらめをしたんですけども、まあ子供持ってから地道にね、ちゃんとしてたもんですから、それを見てやっぱりその気になったんでしょうね。で、ありがたいことに今3人してね、やっております。まあ子供は親の背中を見て育つってますけども。蛭間さんは表層作品展で毎年自分の作品を発表しています。今表具の技の基本は専門の訓練校ができ、そこで学べるようになりました。昔から伝わる技、人から人へと伝えられてきた伝統の技、その技とその技を作り出している心を共に受け継ぎ伝えていきたいものです。